まといになっていないでしょうか。引き返すわけにはいかない。当然の結果です。もう動いてもらっても大丈夫ですよ。無理さえしなければすぐに良くなると思います。そんな状況にならないこと俺も願っているよ。やるなあんたたち、正直助かった。俺一人でやってたらいい笑いもんになるところだったからな。にしても大した癒してたな。これだけの力を持っているってことは、ジョーちゃん森人かい？いえ、森人だなんて、私は、そんな。まあいいさ、ジョーちゃんが森人かどうかなんてことは。癒しては宝だ。特に、今みたいに物騒な時代にはな。ジョーちゃんが優れた癒し手であり、とびっきりの美少女だってこと。そんなお宝を失うことがこの世界にとってどれほどの損失か、重要なのはそこさな、バイス。なんだかな。それは銃か。さすがお目が高い。兄さんの持つその剣にはかなわないが、魔物退治には役に立つ代物さ。それより、なんで魔物退治なんてしてるんだ？使命とか言ってたが、そいつと関係あることなのか？あなたが知る必要はないことです。天寿を全うしたいのでしたらね。差し当たっては、そうですね。アイナが世界の宝であることは間違いありません。器と、それを支える柱。どちらが欠けても、世界は終わります。もしあなたにその気があるならば、宝を守ることです。バイスとは違い、アイナにはたやすく死が訪れます。器は強固であり、力を溢れさせることはありますが、他の力により破壊されることはありません。ですが柱は脆く崩れやすい。つまりそういうことです。それはどういう意味だ。俺が不死だとでも言うつもりか。私は疲れているのです。今日はもうこれ以上答えるつもりはありません。町に戻り休みますよ。女王様はお疲れのご様子だ。打ち首にされないうちに護衛の任に戻るとしようか。
ったくったーっと。なかなかいけるだろう、ここの料理は。そうですね。どれも初めて口にしたものばかりですが、口に含めるものではありました。ここの料理は俺の中では上位ランクなんだが、ほんとどこの上。イヴァ、あんたの言っていることが真実かどうか俺には確かめる術はない。だから信用するしかないとは言わない。あんたが嘘をついて得をするとは思えないし、俺が記憶を失っていること、それこそが罪の証なんだろう。進むも戻るも地獄なら、先へ進んだ方がまだマシなのかもしれない。だが俺は知りたい。俺自身のことをではなく、なぜ俺が神殺しとなったのか。覚悟を決めたのは良い傾向と言えますね。ですが、もっと建設的に思考を働かせることです。すでに起きてしまったことを変えることはできません。ましてやその意味を考えることほど無益なことはありません。過去の記憶など無意味。あなたには過去を振り返っている時間などないのですからね。そう、閉ざされた未来を考えるのと同じくらいね。過去や過程ではなく、あなたがすべきことを考えるのです。そうすればあなたの望む答えが見つかるかもしれません。正直なところ、知りたいかどうか俺自身にもわからない。なら建設的に当面の問題でも解決するとしよう。俺はこの先どうすればいいんだ。そうですね、まずは鍵を探してもらいましょう。この辺りにあることは確かなのですが。何か用かい、兄弟。悪いが、あんたと兄弟になった覚えはないな。おい、ジョーちゃん。はい。昨日、町の人間を治療してもらったことは感謝している。だが、それとこれとは話が別だ。あんたにここにいられると困るんだよ。町の連中が噂してるんだ。あんたが町に来たから魔物が現れたんだってな。買い出しに来るのは構わんし、あんたのとこに行く連中を止めるつもりもない。だがこの町にとどまるのは遠慮してくれ。それがあんたと俺たちの間で交わした取り決めだったはずだ。まあまあ、穏やかに行こうぜ、兄弟。まずは落ち着いて話し合おうじゃないか。なあ。この娘の肩を持つなら、あんたたちにも町を出て行ってもらわなきゃならない。荷物をまとめる時間をやろう。だがそれ以上は認めん。わかったら、さっさと荷物をまとめるんだな。取り付く島もないって感じだな。何があったかは知らないが、気にすることはない。ジョーちゃんには俺たちがついてるんだからな。いいんです、約束したことですから。さあ準備をしていきましょう。どこに行くつもりだ。決まってるじゃないですか。
バイスさんたちと一緒にですよ。来るなと言われてもついていきますからね。バイスさんにはまだ私の治療が必要ですし、今見ていただいてお分かりの通り、行く場所もありませんから。良い心がけです。あなたにも使命を全うしてもらわないといけませんからね。さあ、町を出る準備をしなさい。んーじゃ、ちょいとばかり用意してくるとするか。あなたも来るつもりですか？物騒な世の中だからな、一人よりは二人ってね。旅の道連れは大いに越したことはない。自由参加なんだろ。好きにしなさい。ただし命の保証はありませんよ。どこにそんな保証をしてくれる奴がこの世界にいるんだ。神だってそんな約束してくれやしないさ。だろ。どうせ死ぬなら美女に囲まれていきたいもんだ。それにお宝を守らないとな。物好きは長生きできませんよ。俺の悪運の強さ試してみるといいさ。でしたら口より手を動かしなさい。おっと、そうだったな。と、手を動かす前に言っとかないとな。ここからだと少し遠いが、北へ進むと俺の根城にしている町がある。まずはそこへ向かわないか。あんたの口ぶりだと探し物とやらがどこにあるのか正確な情報をつかんでいないようだし、旅をするのにも準備は必要だろう。いいでしょう、案内してください。よし、そうこなくっちゃな。んーじゃ、さっさと準備してくるか。面倒ですね。たまにはビシッと決めないとな。追撃をかける。はあ、はあ、一気に行くぞ。それじゃ、はい、行きますか。無駄です。そこだ。戦いに終わりはない。面倒ですね。たまにはビシッと決めないとな。はあ、追撃をかける。はっ、はっ、はっ、一気に行くぞ。それじゃ、はい、行きますか。時間の無駄です。Thank you.
きなりですか？やるしかないのか。遅い！追撃をかける。はっ！遅い！そこだ！一気に行くぞ！それじゃ、はい、行きますか！そのまま行かせてあげましょう。時間も無駄です。ようこそ我が麗しの都へ。町というよりは天然の要塞とでも言った感じだな。なるほど、そういった記憶は残ってるんだ。